じゃあ僕から、はい、平成元年ピシピシの25歳黒い月からの使者テディロです。どうぞ。アイドルっぽくない？ぽいっぽかった、ぽかったよ。ちょっと見てて、見てて。どうもー、ティモアです。よろしくお願いします。やばい。いい。でもやっぱりライバル、うん、目標、同じ二人組で言うとナイフパーティーとか、うん、そうだね、うん、そのもともとオトグロイドを始めようと思ったきっかけが、うん、ちょっとテリーと一緒にバックトゥーバックやろうっつって、うん、DJ の1曲ずつ交代でね、かけ、うん、でその時にやったのがとにかくすごいハマってすごい盛り上がった。そう、超盛り上がった。朝方だったのにすごい盛り上がった。ね、ナイフパーティーに関して言うとビギンアゲインをかけた瞬間になんか二人でこれ来たっていう感じがすごいしたの、うん。本当まずはそのやっぱパフォーマンスで最初なんか一緒にやれたらいいねって思ってたんで、うん、EDM のフェスとかに。ああいいね。そうだね。リミックスもいろんなアーティストを EDM にしたいみたいな。あ、ありますね、それは。ジョンさんすごいオールマイティーだなと思って、うん、プレイする曲も全ジャンルクロスオーバーに巻き込むし、リミックスもそうだし、僕も結構ジャンルにこだわり、フレンチエレクトロがもちろん一番好きだけどこだわりはないんで、あえて、ね、EDM、うん、そうだね、特化したのを、うん、やるか。実はそのね、元マネージャーなんですよ、うん、僕。いろんなとこに一緒に DJ しに行きましたし、だからこそなんだろう、うん、普通のマネージャーじゃなくってやっぱり DJ としての感覚を持ってるマネージャーっていうのはやっぱ珍しくて、音楽の話もリアルタイムでできたから、うん、まあ、でも実際あのいろんな本当にところもあって、都内はもちろんだし、うん、関西とか中部地方とかも行ったし、それこそ中国行った、ね、中国がもうね、生の虫をね、進めてきてくれて、そうそうそう、全然うまいんだよって言うんだけど、で僕食べれないから、うん、そこはやっぱマネージャーという役割をそのね、ジョンさんがね、食べてくれて、そうそうそう、そう。で、とにかく意識したことは、うん、もう完全に現場で使えること、うん、それは俺がやる現場もそうだし、うん、テリーがやる現場もそう、うん、どっちで使っても絶対に使える現場に特化したリミックス、すごくフロアユースにはなってるのに、同時にちゃんとポピュラリティ、ポップス性もあって、うん、それがなんかやっぱすごいレディショップ出てるなっていうのはすごい感じたな、うん、ドロップこだわりましたね。こだわったね、うん、ああでもない、こうでもない、うん、確かに、うん、僕が作って送って聞いてもらって、うん、で、こここうしない、こここうしないって、もうネット中心でやりましたね、うん、今回は、うん、試作期間は、そうだ、1日2日ぐらいですかね。そうだね、メールのやり取りがあったから、タイムラグはあったけど、もうなんか、バーンって作って、うん、ジョンさんに聞いてもらって、ね、うん、で直したりして、そうだね、2人でセッションして、そう、メールも2往復ぐらいだよね。そうですね、あと LINE で世間話したらそうですね、LINE、LINE で一回告知入れましょうか、CD の。ありがとうございます。TJO です。はい、TJO です。2人合わせて、オトグロイドです。3月の18日に、アフタースクールさんのベスト版がリリースされることになりました。そしてそこにですね、僕とテリーによるオトグロイドによるですね、アフタースクールさん、フラッシュバックのオトグロイドリミックス、収録されますので、これぜひチェックしてください。もう家でもやりますね。そうだ、もう。オトグロイドリミックス。